はい、こんにちは、川島です。さあ、今日はですね、昼間から撮影をしているんですけども、今日は、ね、久しぶりに髪を切りに行ってきました。今回もね、オーシャン東京の、店の方に、ね、来てもらいました。いつもありがとうございます。はい、今回の動画は、顔の横幅ですね、小顔のマッサージなんですけども、小顔といってもね、この顔周り、ほっぺたやね、エラ周りを想像するかと思うんですけども、顔周りではなくて今回は横幅を締めていこうと思ってます。横幅ね、この横幅っていうのは、どの辺かというと、顔のこの全体的な横の面をキュッとしましょうって話です。なので、ほっぺたのお肉がとかではなくて、エラがとかではなくて、今回は全体的に締めていきましょうっていう方法を使っていきます。ではやっていきましょう。はい、で今回のポイントは、この頭蓋骨模型でいうと、このオレンジ色の骨、側頭骨といった骨を狙っていきます。この側頭骨の周りに、この緑色の骨、頭頂骨や、前側の、ね、前頭骨や、後ろ側に、ね、後頭骨などがあるんですけども、この側頭骨が横に張っていると、顔幅が大きく見えちゃうんですね。これが締まると、キュッと見えちゃうというような骨なんですけども、この骨を微量にこの隙間、方向と言われるようなこの隙間を狙って横に押していき、1ミリ、2ミリ、ちょっと調整していって、顔幅を横に接着していきましょう。ではね、早速やっていきましょう。まずポイントはですね、この、側頭骨のこの骨をね、触っていくんですけども、どこかと言いますと、耳の後ろのこのポッコリとした骨がこの部分になります。この部分をね、なんとなく触ってもらって、この部分ね、耳の後ろ、はい、この部分の骨を手のひらでこんな感じになってます。こんな感じで、まず片方ですね、変化を感じてほしいので、まずね、片方の耳の後ろに手のひらこんな感じでなってもらって、この状態でまずね、片方こっち側だけやっていきたいので、こっち側だけね、全体的に、まあ反対側を押さえておいて、左側のこの耳の後ろだけぐーっと締めていきます。こんな感じで、ポイントはちょっと横にこうじわーっと骨を押していく感じでいきます。はい、手をまずステップ1は手を添えます。ステップ2は反対側に手を添えて横に押していきます。はい、でこのポイントはこの当ててるところの骨、その側頭骨の骨をね、感じながらちょっと押していきましょう。ではいきますね、こんな感じでいきます。じわーっと、あんまりね、グリグリ押すんではなくて、じわーっとこの骨を押してる感じがあれば OK です。特にこれは、ね、痛くもないし気持ちよくもないですね。そんなマッサージです。で、じわーっといくと、まあ、約ね、1分ぐらいやったら変化をね、感じてくるんですけども、なんとなくね、骨を押す感じを感じてれば OK です。で、反対側に、ね、押さえてるね、こっち側にあくまで押さえです。で、一応これね、変化を見るために最初のね、変化を感じてもらうための片方だけやってるだけなんで、本来は両方ねやっていきます。本来は両方やっていくんだけども、まずはね、片方ずつやって変化を感じてもらいます。 OK、 じゃあこれでまずやってない方のほっぺたの膨らみと、やった方を触ってもらうと、なんかスッキリ感がね、こうこんな感じになってる感じが微量に感じると思います。これが微量に骨が動く証拠です。で、実際にこんな感じで変化出るんですけども、こんな感じで変化出るまでに2ヶ月間かかってくるんで、実際これをね、ゆっくりゆっくりやっていって、2ヶ月間ゆっくりやっていけば、しっかり骨の位置がね、しっかり変わってきますので、最初にね、やっていきましょう。では、動画の皆さんもね、一緒にやっていくので、まあ、今回、ポイントは両方ともいっぺんにやっていきますので、両方やる場合は手のひらをこんな感じで押さえてもらって、このまま横にグッと押していく。こんな感じで1分間ね、ゆっくり押していきます。で、後ろはね、こんな感じでこう挟む感じで、こうなってます。ギュッと、こんな感じでギュッと押して約1分間待っていきます。はい、では皆さん一緒にやっていきましょう。いきます。 3,2,1 スタート。さあ、ゆっくりじわーっと手のひらでキュッと締めて、じわーっと、ね、なんとなくね、この骨が締まってくる感じをね、感じてみるといいですね。骨を押してる感じで少し難しいかもしれないけども、もしね、分かんなかったらね、うちもね、整体院、東京、大阪、福岡、宮崎あるんだけども、まあね、ワンコインでお試しでね、小顔矯正体験ができてるんでね、もしよかったら遊びに来てみてください。最初の動画になってます。なんとなくね、骨の押す感じでも、まあ、最初は感じると早いかもしれないですね。よし、はい、 OK、 じゃあ手を離してみましょう。
これでもう一回触ってみるとなんとなくね、スッキリ感感じると思います。はい、お疲れ様でした。はい、ということでこんな感じでね、これポイントはですね、まあ朝と晩やった方がいいんですけども、朝にね60秒、夜に60秒やっていくと顔のね横幅がじわじわと動いてくれて、で骨っていうのはねしっかり締まったら固定してくれますので、必ずねぜひね毎日やってみると全然顔の横幅締まってきますので、整形をしないんであればね、ちょっとずつちょっとずつね骨からねぜひマッサージからね、ってみるでも、マッサージとして、ね、調整していきましょう。それではね、今回の動画で、ね、もしよかったらぜひグッドボタンと、そしてコメントの方もねぜひよろしくお願いします。そして、動画もね、週3、4本、5本投稿してますんでね、もしよかったらぜひね登録の方もぜひよろしくお願いします。そしてぜひね、小顔矯正体験してみたいという人はね、ぜひね僕らの骨膜式ね小顔矯正をぜひね下の概要欄からねチェックしてみてもらって、ぜひね今お試し500円でやってますので、ね、ぜひねチェックしてみてください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。多数の芸能人やモデルも通う日本一予約が取れない人気美容整体師川島優輝。彼が全国に展開する整体フィラメントでは、毎月25日21時にネットにて予約を開放。東京、大阪、福岡、宮崎の全国4店舗にて予約を受け付けます。整体で自分は変えられる。整体フィラメント。